原本町交差点、24時。ああ、どうも。ザ・パイプカッツのポッドキャスト、吉原本町交差点、24時でございます。調子に乗りに乗りまくって、チャンネル登録者数が3000人を超えた第92回も、私、欲求不満、五郎十郎がお送りします。信夫の新しいソロアルバム、ファンファーレは、この度、めでたく配信開始となりました。このアルバム、ファンファーレには、15曲収録されており、以前、先行シングルとして配信された、エモーション、トランストレイン、愛の形など、数々のヒット作が名を連ねており、大変価値の高いアルバムになっております。先行シングルには、プロモーションビデオが制作されておりますので、概要欄のリンクより、ぜひご覧ください。とかなんとか、言うとりますけども、信夫の新しいアルバム、ファンファーレは、このチャンネルで垂れ流し配信されております。概要欄のリンクより、ぜひお聴きください。それに続くアルバムも、すでに制作中です。この度、ザ・パイプカッツチャンネルは、いやらしくメンバーシップが始まりました。始まりましたけども、未だに誰も登録していません。かくなる上は、もっと過激なコンテンツを制作中です。90円以上の価値を上回る内容にします。画面下のチャンネル名の右横のメンバーになるボタンをポチッとなしてメンバーになってください。現在、メンバーだけが聴ける限定曲には、セクシーなソウルナンバー、人妻の香りや素敵なすっとこどっこい、やらしいソウルナンバー、青いつぼみが聴けて、メンバー限定動画には、やらしい、大胆な人妻たちをご用意しております。それでは、新曲3曲をお送りします。1曲目は、ラブソングへのアンチテーゼを歌った、アワビ。2曲目は、風と恋文。3曲目は、おじさんの片思いを歌った、弁当屋の娘でございます。Do the download。騒ぐじゃないよ、そんなのただのアワビじゃないか。こっちほらとクリミア基地またのさ、アワビごときに踊らされ、アワビごときに殺される。開いた恋だとくだらなすぎるぜ、真剣なただのアワビじゃないか。そんなに騒いで何になるというのか。アワビごときに金をずり、アワビごとき悩まされ、ただのアワビじゃないか。アワビ、アワビ、ぬるぬる、アワビ、アワビ、アワビ、ぬるぬる、アワビ。
ただアワビじゃないか、ただのアワビじゃないか、アワビ、アワビ、ぬるぬるアワビ、アワビ、アワビ、
は弁当屋の娘、本当は揚げ物が苦手なんだけれど、あの子に会いたくて弁当を買うのさ。お釣りをもらうとき、あの子の指先が俺の指に触れた。それだけで跳ねるな。夢見るおじさんは天国に行くのさ。悲しくてキモい、虚しくて泣ける、儚くてへこむ、キモすぎて笑う、やるせな思い、どうしたらいいの。君の愛が欲しい。